ばんは。こんばんは。昨日に引き続き、はい、ちょっと好きすぎですよね。好きすぎ、ハマりすぎ。ババイズユーをやっていこうと思います、はい、イオシスの拓也です。イオシスのユーのよしみです。じゃあちょっとルール確認を兼ねて、はい、ゼロゼロ面の方をやるという感じで、はい、セーブスロットはこれでいいのかな。いいんじゃない。はい、昨日そこそこ最初の方やったんですけど、うん、一旦ゼロゼロ面、はい、まあチュートリアルですよね。そうですね、はい、昨日の配信見てない方も多いと思うんで、ゼロゼロ面をちょっとね開いて、ババイズユーへようこそ。はい、はい、イオシスからのゲーム配信でございます。はい、イオシスです。こんばんは、こんばんは。サブスクありがとうございます。あ、違う、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。このようなゲームです。はい、これ白いこの生き物ババ、ババだと我々は思ってますけど、思ってますけど、これを動かしてこうなんとかするんですけど、ルールが四隅に書いてありますね。はい、左上にこのゲームタイトル、ババイズユー、はい、なので今白いババを十字キーで動かせていると。はい、でフラッグイズウィンって右上に書いてあるんで、この旗フラッグに触るとクリア、うん、ウィンなわけです。ウィンですね。で右下にロックイズプッシュって書いてあるから、うん、このロックが押せる、押せる、ね、プッシュできますと。で左下がウォールイズストップなので、ウォールイズストップ、壁ははい、行き止まりだよ、行き止まりで、基本ルールがあるんですけど、これ、あるんですけど、はい、ルールを崩すことができて、そもそも出ちゃうって出ちゃう、ダーって出ちゃう。でこの例えばロックイズプッシュを壊すと、はい、これでロックが押せなくなるので、わあ、スケスケです、スケスケの岩です。フラッグイズウィンとかもこう壊しちゃうとクリアできない、クリアできなくなっちゃう。でババイズユーも、ババイズユーを崩しちゃうと、崩すとBGM がなくなり虚無の時間になってしまう。はい。これ死亡です。一手戻せると。はい。X ボタンで一手戻す。X とか Y で一手戻す、うん。で、引っ張ることはできないんで、押すしかできないです。で、ウォールイズストップ壊すと、ウォールって止まらなくなるんで。自由。はい。なんかこうするともう何もかももう自由、自由。なんだこの空間。はい。自由な広場。昨日の復習で言うと、はい、ババイズユーとフラッグイズウィンを縦横で組み合わせると即時クリアっていうね。はい、ありましたね。ありましたね。あとこのイズで文章をつなげることができて、うん、ロックイズウォールイズストップってやると、わあ、ロックが壁になってしまう。はい、壁になっちゃって、でこれをこうやってももうロックに戻りません。戻らない。なので例えばですけど、フラッグを、もしこれフラッグを、はい、フラッグイズウォールとかやっちゃうと、はい、フラッグが消滅するんで壁しかないでこれクリアできないねみたいな。もう二度とクリアできない、はい、一応ね、まあ例えばウォールイズウィンとかにしてクリアはできる、うん、これを持ってって、なるほど、これ多分こうするとよいしょ、わーい、いろんなとこでクリアできる勝利条件がこれどこ壁触ってもすごいいいんです。豪快な勝利条件ですね、はい。であとはこうやってウォールイズババイズユーイズユーってやるとこうなる。わーいわーいいっぱいいるわーいてんてんごっそりいますね。ただし壊れると死、急に興味が全員死将棋みたいだね。はい、こういう感じです。わー、でこっからクリアするには、はい、ウィンはどこ行きました。ウィン下の方にありますね。これもうクリアできないですね。残念。できないかな。
お一気に押しましたね。こっからでもクリアできるんですか。そんな保険があるんですか。あるんですか。おおお、すごい難しいゲームやってるね不必要に難しいゲームやってる。必要に難しい。おロックイズユーイズウィン、俺が邪魔だまとめて押していくとババイズユーイズウィンにできる。えいん、あダメだ、ユーイズウィンはダメですね。ここがダメなんですね、うん、なるほどね、はい、わかりました。なるほど、皆さんルールわかりましたね。 You is win はダメ、はい、You is win、Baba is you だといいんですよ、うんうん、2個だと、うんうん、左右でね、うん、なんかね、もっといろんな演算子が今後の出てくるらしいですから。出てくるらしいね。楽しみです、はい、たくさんのババが1と1つに重なりました足が何本あるんでしょうかグラフィックが微妙に変わるのがいいよね。また足が増えちゃうっていう重なってるからはい、はい、じゃあちょっと一旦、はい、これクリアできないんで、まあこれ一面なんで、まあ普通にこうやればクリアなわけで、ええ、普通はそうしますね、はいはい、じゃあどこやりますかね。ちょっと溶岩もちょっと見たいんだけ ど、 あなるほど、溶岩の面ちょっとやっていい。ラバ面ね、はい、火山乱暴にクリアした面ね。そう、これこれババイズユー崩すと死んじゃうから、うん、でこれ突っ込むと死ぬんですよ、はい、真ん中ビャーってなってるのがラバね。そうそう、溶岩ね、ドーンドーンで 岩で何とかしようとしても死んじゃうからスムーズに死ぬね、はい、でここにババイズメルトって書いてあるでしょ、はい、で下の方にラバイズホットって書いてあるから、うん、ラバイズホットなところにババが当たると溶けるよって言ってるんですね。なるほどなるほど。なのでこれを例えばラバイズメルトってやっちゃうと、ええ、ラバがホットでしかもメルトだから溶けるんですよ、うん、ラバが消滅するっていう。これ昨日やりましたね。これ昨日やった。ちょっと試したいのがウォールイズイズプッシュが効くかどうか。おでもウォールイズストップとプッシュが同時に成立は、うん、あしますね。ストップが効かないんだ。効かないんですね。これができるとここ崩せるんですよ。ギャーそうすると つまりどういうことだってばよこいつらがこうああ世界の法則が乱れるもうどんどん崩していくっていうね。とりあえずババ増やしますかババ増やすの好きね。そうババね増やしたい。ババ可愛いですからね。ロックイズババイズユーってやるとね、これ2匹になります。やった。これ同時に動きます。ババイズホット。ババイズホット。ラバーをなくす前に、はい、ラバイズババにするとすげえババ増えません？ああ、そうですね。増えると思います。ちょっとやってみます。自由な広場ですね。跡形もなかったですね今ね。そうラバイズババがね、あそうかラバーを溶かさないとダメだからできないのか。そこに持っていくのがちょっと大変かな。あでもあそっか上に持ち上げられないんだよねこれをね、うん、上にできないんだね。なかなか、ね、なかなか難しいですね。左上のウォールがラバで囲まれてるから、うん、ラバを消さないとあそこいじれない、うん、ですね。まあなんかロックイズラバぐらいはできるんですけど、はい、あそこにあそこになんか溶岩ができるだけなんで溶岩の池ができました、はい、あとラバイズプッシュも あ間違った。あラバイズプッシュもちょっと試したかったんでちょっと試させて。ラバイズプッシュ押せんのかな。押せたー。ラバはホットだけどババもメルトだけど押せる。押せる。沈まない、うん、溶けない。できるんですね。なるほどね、わかりました。まあこんなもんでしょう。なるほど。
物事には限度ってものがですね視聴者からのお叱りのお叱りの限度限度そんなものは世の中は自由だわー自由だラバーイズウィンドーンわー死んだええクリアできないのこれ死ぬ方が優先された本当マジか昨日なんか死ぬ条件と勝つ条件が同時にある状態の時は勝ちましたよねそうですね最後のエクストラステージねはい死にましたね死にましたねよいしょじゃあいいやこれでクリアしましょうはいロックイズウィンロックで勝っちゃうはいはいまあ大体こんな説明でしたけど、はい、こっちのルートがまだ行けないのでこっちのこのはい湖みたいなこの中湖らしき、はい、でのその左の1をやりましたね、はい、これ1ここがまあ今日やんないけど、うん、大変でした、はい、俺昨日帰ってからやったんだけど、はい、1回クリアしたの見てんのに結局できなかったあこれ、うん、ちょっと一応おさらいで軽くやりますか、はい、もうこれすぐ分かりますよこれとりあえず持ってきて必ずしも馬場の状態でクリア条件を満たさなくてもいいっていうねそうですねロックイズユーの状態でロックでフラッグを触ってもクリアだよっていうはいこうやってロックが自分にロックイズユーにするとロックが動かせるようになりますどうやって動いたんだこっち持ってきてまだフラッグイズディフィートなのでフラッグに触ると死んじゃうはいこうやって、クラブは今何も定義されてないんで、うん、押せもしないし死にもしない、はい、で今ロックは U ではない、はい、でこれ押すと、はい、よいしょでフラッグが W になったんで、うん、岩と重なってるから岩が自分になればいいんでロックイズでクリアすごい旗と岩が重なってますからねこんな感じでした。なるほど。これ昨日時間かかった、はい、ちょっとエクストラステージは大変だから、はい、通常面そっち行きましょう、はい、じゃあ6ここの湖の中の6行きます鍵が出る、うん、おなんかキャスルエクセレントみたいな面だねキャスルエクセレント鍵を見るだけでその発想ソロモンの鍵おなるほどね鍵を押してって開ければいいんですね消えちゃうのねなるほどね1回しか使えないあロックが何も定義されてないとりあえず開けるかロックがそこに落ちてますねありますねあれ鍵がない鍵はなんとかイズ鍵にするのかなロックイズ鍵あそういうことロックを鍵にしちゃうあキーズオープンも書いとかないとダメなのねへえ大変だなしかもキーはプッシュもできないといけないイズが足りない1回ロックイズキーに1回してなるほどその後これ戻してもキーはキーのままだからあそうかそうかっていう感じドーンクリアですねもう何も遊べないドアイズストップとドアイズシャットが両方書いてあるんだね本当だああそっかストップねストップでしかもシャットは鍵で消せるってことなんでしょうねもうこれクリアするしかないですねオープンがついたものはシャットを開けられるなるほど、なるほどオープンとシャットが対応してるんだねははお2つ開いたおじゃあ7面かな順番に行きますか見習い鍵師ああ鍵のこれで仕組みを勉強するのねなるほどなるほど、でもキーズプッシュで押せるからでもこれで押せないよね押せないねだから十字縦横かい、うん、縦横にあ違うかえいのか縦横かあ押せないあ押せないむずいなまあどうにかなるんだよよいしょできたドアイズシャットドアはストップだから行けはしないああじゃあこれをドアイ
ズプッシュはドアとはこれクリアしちゃうかな。クリアですね。すごいな、このなんかなんだろう、爽快感ある。マップクリア。あれ、おお、1個くれた。お、花花みたいなマーク1個くれた。あ、じゃあもうここは OK ですよってこと。もう戻ってさらに進めると。ああなるほど。どうしようね、先行ってもいいし、もうちょっとここやってもいいってことでしょう。まあせっかく番号も書いてありますから、うん、8番、8番やりましょう。8番、ドアとは何かっていう哲学的な問いになってきますよね。ね、ドアを定義する。ドアとは。ジェリー、お、クラゲ、ジェリー、ジェリーズストップ、ウォールイズストップ、外せますね。ああ、ウォール死んでるわ。ウォールイズディフィートだ。ちょっと気づかなかった。ちょっと、あ、わかりましたよ。こうすりゃいい。お、出た。ウォールイズジェリー。ババイズユー、フラッグイズウィン。フラッグがない。あ、フラッグがないからウォールもなくなっちゃったけど、チェリーを、チェリーをウィンにすればいいんじゃない？はい。ギュッ。よいしょ。わー、やったー。やったー。クリア。あ、ジェリーズババにすればよかった。増やしたがり。ババ増やしたがりおじさん。まあいいか。次行っちゃうか。お、でかい。ロックイズロック。ロックイズロック。ん？ん？あ？なんだ？なんだ？なんか、ん？巻き戻そう。あ、なんかね、ターン経過で変わる。はい、あ、フラッグイズロックって。うん。で、ロックイズロック。ああ、じゃあ1ターン目過ぎるとロックになっちゃう。なっちゃうと。じゃあ入れ替えてやればいいのでは。これでいいのでは。あ、なになに、バツついた。矛盾ですか、これは。ロックイズロックと同じ。あ、ダブルだからダメってこと、うん、こっち崩さないと、うん、はあ、はあ、あれ、そういうのもあるのか。あれ、クリアできる。そっか、いや1回なったからいいのか。そっかそっか。ロックンロール。はあ、はあ、クリアしますか。はあ、なるほど。矛盾は許さぬ。なるほど。順番に行くぞ。10面。2つの扉。お。あ、なんか、お、なんかババじゃねえ。ケケだ。ケケだ。ケケ動かしてる。ケケイズユーになった。鍵がここにある。ヘッジってその緑色の壁みたいなやつかい？ははは。これ、あ、開かない。ドアイズケケ。あ。あれ？あれ？鍵とは。あとは勝利条件ですね。フラッグイズウィンでいいんじゃないですか。フラッグイズウィン。フラッグ押せないか。キーが。ん？フラッグは押せるのか。あ。ああ死んだ。巻き戻す。悲しい。悲しい。下行けないですか？鍵の中の方。鍵の中ここ？うん。あ。詰まっちゃう。うん。そうか。なのでね。じゃあダメだ。なのでね。ああ違う。あなたはケケなのよ。違う。自分がケケっていうことを。はい。ちょっとケケ一体にまとめるわ。ちょっとね。ケケいらない。うん。ケケってなんだよ。あ、ダメか。これじゃダメですね。鍵がない。鍵がないっていうか、何かで開けてもいいんですけど。はい。何かはないですね。スターはあるな、うん、スターでもスターの概念がないな。はい、これなんだ。それその壁みたいなやつじゃないですか。あ、ヘッジ、ウォールと一緒じゃないですか。はいはいはい。
あ、これはちょっと難しいな。知らない英単語は普通に出てくるんだよな。英語の勉強になります。ちょっと最初からやるか。アルジヘッジホックのヘッジじゃない。ああ、生垣、はい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 、ヘッジ、ヘッジファンドのヘッジかな、はいはい、違うかな。まずこれあれだ、ドアイズユーにすんじゃね。まずワオ、そうするとケケがこのイズ、このイズを、あ、ちょっと間違っちゃった。キーイズケケ、おう、あ、でもケケイズユーに戻せない。そうだね。ソニック・ザ・ヘッジホックのヘッジは何なんですかね。生垣なんですか。ですかね。ヘッジファンドのヘッジは金銭的な損失、危険に対する防御手段。はははソニック・ザ・ヘッジホックは何なんでしょうか。あ、この面難しいぞ、これ。なんか複雑だよね。はい。あー、そっか。でもドアイズケケに一回して、で戻して、ハリネズミのことをヘッジホックって言うそうです。ほんほん。ドアイズ、ドアイズヘッジにしてもダメだな。こうしてっても、これ押してってもダメだよね。詰まるだけだよね。ヘッジ、ヘッジをなんとかしたい、うん、でもなんともならない。なら、ドアを押していくのかな。ドアを鍵のところまで持ってけばいいのかな。まず隣り合ってれば消えるのかな。うん、押し付ければいいんだよね、きっとね。 Key is pushAnd open。 ドアイズプッシュにしないと持っていけないもんね。でもね、あ、でもドアイズシャットじゃないから開かないんじゃない。そっか。あ、でもやっぱりそうか、わかったわかった、ドアイズケケだ、やっぱり。ここでドアイズケケにして、でちょっと大変だから1体にして。で、あ、ダメじゃん。鍵を消そうとしてんのに。キーイズオープンとドアイズシャットの状態で自分がドアで鍵に触れると消えるんですかね、はい、そしたら操作不能になっちゃうか、消えたら。あ、どうなるのかな、操作不能。今ドアないですけど。ないっすね。あ、あ、死んだ。死、死、突然の死。これむずいな。これはむずいっすね。ドアとケケを U にして、うん、ドアとキーを追消滅させて、うん、ケケを生き残らせて終わらせない。ああ、そんなことできんのかな。できんのか。水が足りない気がする。あー、そっか、ドア、そっか、さっきの発想は良かったのか。こういう状態で、やっぱりバイナリーランドですね、これ。はい。お、あ、ドアイズショットになってないですね。ああ、あれ。あ、シャットじゃないドアはオープンできないんじゃないですか。ああ、なるほど。あ、違う。あ、あ、シャットが取り返しの圧区が、はい、はい、あれ、それ動かしちゃったらダメだな。動かせない、動かせない。えー、縦
西洋語じゃないな、イーズが足りないな。ちょっとやり直す。でもなんか発想は近づいてきてますよ、うん、左右反対だとできないんだよね。そうですね。そう。You is door とかできないね。うん。is 足りないね。ね。Key is you にもできないね。Key is door。is you。あ？あ、そうか。こうして。そして Key is door is you。 動いた。お、キーが、やったー、やったー。おー一瞬なんだよな。謎だなこれ。できるようになるのが一瞬なんだよな、うん、なんか今俺どうやって解いたか再現できないわ、うん、家帰ってねやろうとしてもできないから、はい、11面いきますね。はい、クラゲの玉座。あとでアーカイブ見てください。はい。結構広いな。フラッグイズストップ。フラッグイズプッシュ。ジェリーイズウィン。ん？これ簡単じゃない？フラッグイズジェリーにすれば。あ、バツにされた。バツ？フラッグイズフラッグと。どれが干渉してんだい？ジェリーイズウィン違うな。フラッグイズフラッグが。干渉してるですかね。これフラッグをジェリーにしちゃえばもうウィンなんですけどね。ダメですね。上で否定されてんだな、あんな目立つところに。あそこに行かせない。はい、でっかく書いてあるわけだ。そういうこと。こうやったらどうなんだ。あ、これダメなんだね。ウィズジェリーダメですね。はいはい、四角に囲まれたやつが最後になるんだね。うん、分かったぞ。ジェリー、これはダメなんだよね。ジェリーイズババイズユー。価値とは、あ、それでそれ で, そんでフラッグイズウィン。あ、ん、これを戻してやるとこれが押せるからあれ、そこのフラッグをジェリーのところまで持っていけば終わりでは。あ、そうか、あ、そうか、そうか、そういうことね。そうですね。この概念のことを言ってるのかオブジェクトのことを言ってるのか紛らわしいって、はい、はい、こうね、うん、グイってやれば。ん、でもいけない。あ、それでいけると思う。あとこっちもいけんじゃない。フラッグイズジェリーにして。あ、ダメなのか。上がありますね。そっか、フラッグをジェリーにはできないから、じゃあ これでクリアするしかないんだ、うん、いいんじゃないでしょうか。なるほど、はい。さあ、あ、12個っちか。よくわからない綿毛と何かよくわからないものがどんどん溜まってきますけど何に使えるのかヘッジーズストップババイズユー。あー、死んだ。ん、なんだ、何で死んだ今。ドアで死んだ。ドア、あれあれ死にます。なんでドアで死ぬんだ。ババイズオープンだ。ババが鍵になってんだ。なるほど、 鍵なんだああ、はいはいはい、はいはい、フラッグイズプッシュ、ね、オープンとシャットの関係ね、うん、ババイズ、ここになんか押し込んで、順番に押し込んでなんとかする。倉庫版じゃん何を勝利条件にすればいいんだ。ウィンがどこ。ウィン、ああ、そっかそっかそっか。ババイズウィン、ババイズウィン、ババイズウィンでいいんじゃないの。あれ、ババイズウィンでもクリアじゃね。あれ、あ、でもババイズ
途中でババイズババババイズババババイズディフィート、あ、ディフィート、これ死ぬんじゃない、これこれやってみて、やってみて、あー死ぬんじゃん、ダメじゃん、悲しい、罠じゃん、完全に、完璧に罠でしたね。え、でもここにウィン、あ、そっか、何か別のものフラッグ、フラッグとか、そっか、これ変わってっちゃうな、はいはい、ババイズ何かで変わっちゃうんだ、はいはい、じゃあフラッグイズウィンにすればいいでしょでもこれ持ってけないな、持ってけないですね、ちょっと一回やりますか。カニは押せない、カニは押せないですね、カニはカニ何にもできない、クラブが文字の、ああ文字のクラブが、あるのか、あ、ある、ある、本当だ、ああだから、だからさだからさ、ちょっと待って、そもそも鍵がない、あ、鍵ない、だから別のものでフラッグで開けるのか、フラッグイズオープンにしてフラッグで開けちゃう、でもフラッグ消滅すると押せない、わあ置いといたら開くの、ああ、それ一旦戻してプッシュにして横に置いといて、でフラッグイズオープンにしたら開かない、開かない、押せない、ああ、ほーんほーん、まあ、イズ2個あるんで、うん、まあ、開けることはできそうですね、うん、でもこのフラッグの文字がこれ一番左にあるから、うん、死んじゃうね、うん、概念が、うん、イズと概念が死んじゃう、どうしましょう、ババイズユー、ドアイズシャット&ストップ、フラッグイズババ、フラッグイズババで増やしてとりあえず増やすとりあえず増やして、あ、これあれじゃね、2匹になったから片方死んでも大丈夫、うん、いけんじゃね、ほら、はあ2匹とも死んだ、そうだね、2匹ともババだったね、2匹とも死んだ、どちらかだけがババってことはなかったね、うーんやられたぜくそー言われてみればそうなんですけど、うーん、ここ開けないとクラブをなんか使わないといけない、そうだね、欲しいね、うん、何らかであそこ開けないといけない、うん、とババのトップブリーダーユーノさん、そうですよ、トップブリーダー推奨の、うんババイズフラッグにしちゃうとダメだしな、一番左下に外にババイズユーがあるからそこは変えれないから、はいはい、でしかもフラッグの文字をこれ右に持ってこれないから、うん、やっぱりフラッグイズプッシュかつオープンにしたいんですけど、そうですね、一応できるか、一応できるんだけど、あ、できるわ、あ、できる、できる、あ、それでいいわ、それでやるんだわ、でクラブの文字出して、こうだこうだこうだ、これで開けるんだ、ドーンってクラブを持ってきて、うん、クラブを、クラブをババイズクラブ、カニになっちゃうな、カニが2匹になっちゃいますね、そしてまた動けなくなる、ディフィートになりますね、やってみる、あ、動けなくなっちゃうのか、動けなくなる、死死なので戻してディフィートまでいかない、はい、カニ使いたいですね、うん、あ、そしてここでババを増やします、いや違うな、カニを増やす、いや、ここでババを、フラッグはもうないんだよな、もう最初からないんだよな、使っちゃったね、鍵で、はい、ないですね、今カニは何も定義ない、ババイズクラブがダメだったでしょ今、うん、ババイズババもダメでしょ、うん、あのカニが使われてないね、うん、フラッグイズクラブ、いやダメだな、ダメだな、クラブイズプッシュはできるね、一回ちょっと一回やってみるけど、クラブをフラッグにする、なりましたね、なっただけプッシュできないと使えないんだよな、ダメだ、うん、戻す、惜しい、これ突っ込んでも意味ないでしょ、ババアクラブ、ババイズ、うん、イズプッシュにして
てクラブを上に押し込んでいくとババがクラブになってダメか。ああそっか、あそっか、連続して押し込んでいけばいいのか、つなげて、つなげて、いやなんかちょっと考えたんだよね、こうこれダメか、これダメか、無意識ババイズババからのこう、でも死んじゃう、はあ、はあ、はあ、死んだ、なんかもうちょっとじゃない、もうちょっとだよね、でもなんかカニ使ってないのがいまいちだな、うん、でも最後カニイズウィン、クラブイズウィンだと思うんですけど、じゃあクラブ上に置いて、うん、あ、わかった、わかりましたよ、わかりました、矛盾を使うんです、これでババイズババで、ほら、お、矛盾だから、ほら生きてる、生きてる喜び、やった、これでこれでディフィートで、これだと死ぬけど、ほら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 、むずむずババイズババだ、クリアしたけど、クリアしたけど、やば、もうクリアできる、余計な余計なし意味のないし、犬死に犬なんですかねこの子ね、わかんない、うさぎっぽいけどね、これもうクリアするか、よしよしよし、はい、いいんじゃないですか、ね、いいんじゃないですか、もう再現できませんけどどのぐらいこれどこまであるのかわかんないんですけど、はい、結構先まであるっぽいんですよ、ね、だからあの躊躇せずクリアして大丈夫ですよはいどんどん行こう、まだまだこれステージあるはずですからね、あとお値段も1500円ですから結構しますね、押しちゃった、キーがあるからキーズディフィートですね、あいたそばからキーズディフィートは外にあるんでキーは触れないですね、はい、何かを挟んで押していく、直接触んないで、あ、そういうこと、スターを挟んで押していけば開くんじゃない、ウォールイズキー、わあ、あ死ぬ死ぬちょっと待ってちょっと待って、もう一回ウォールイズキーやってもらっていいですかウォールイズキーもう一回、ヘイ、わあうわあ、どうなってますこれ、ドンダメだな、これキーズディフィートがあるからキーからは結局出れないんですね、出れないね、キーキーは触れない、うん、わー一面の鍵うん、あんま意味ねえな、こうやっても意味ないよね、サイズオープンにはできないな、押せグッていかない、キーイズプッシュ、スターをうまく使うんじゃないかな、そうですね、うん、スターイズオープン、スターイズオープンだ、鍵代わりに使うんだ、スターイズプッシュ&オープンでスターを押してドン、あれあれん、開かない、ドアイズストップ、いやそんなことないか、あドア、あれドアは、ドアイズストップ、ドアイズシャットじゃねえな、あれシャットになってない、あウォールイズシャットか、ウォールイズシャットにして、どっか開けるんだ、ドアがあるけど壁を開けちゃう、うん、なんだよこれダミーかよウィンはどこだ、 あったあった、これはなんか何でもいいんじゃないですか、あでもくっついちゃってんな、あキーがある、それ死にますよ、キーがキーイズウィン、キーズディフィートもありますよ、ディフィートあるからこれを崩しておけばクリア、あクリアですね、よっしゃよっしゃ、いいね、ドアがあるのに壁を崩しちゃう、ひどい乱暴ですねイース2の2番目のボスの、あの幻のドアみたいですね、あの真実の鏡でね、隣のドアを開ける、ここはもうエクストラしかないかな、エクストラしかないね、エクストラこれ時間かかるから、戻って次のとこ行きましょう、うん、チラ見だけする、まだ見てない、しないしない、あそう見ない見ない、見たらねやっちゃう、やっちゃうそうですね、綿毛が8分の14 22になりました、ね、はい、じゃあこっち行くね、これワールドにってことですね、きっと、はい、こっ
ちまだいけないんだよな、3ついるんだよな、うん、よし00ドアだ、壁を破壊しろ言ってることがはちゃめちゃポエム、おポエムですね。ローズ is red、 バイオレット is blue、 フラッグ is win、 ババ is you、 ウォール is stop、 バイオレット is blue。 とりあえず is you が消えちゃうと死ぬので、下から押すとこれ死ぬと思うんで、こっちからこう押す分にはフラッグ、あー何もできない、戻す、はい、フラッグイズユーになっちゃうな。イズをはずらせますけど、あー色が変わりましたね、はい、レッド、レッドとブルー、あでイズが一個、これイズをなんかババイズ、ババイズ、ローズとかは使えるんですか。使いたいですね。あでもプッシュがないのか。おおおローズ、おババイズローズってやると 死ですね。これ死にますね。ちょっと戻すか。イズを上に持っていこう。ババイズ、そうだよね、ババイズなんとかってやっちゃったらもうそれダメだよね。やっぱりこれこうやって、あちょっと待って、ちょ落ち着こう落ち着こう、ちょっと戻す、ローズイズフラッグになりましたと。まずね、フラッグイズウィンで、フラッグイズウィンにすれば、あこれクリアできんじゃない。クリアですね。でもなんか今変なことになったね。なんか急にそうなりました。フラッグイズユー、やめようやめよう、変なことやめよう変なことやめよう、もうだからこれでいいんですよ。素直にクリアしましょう。素直にクリアしましょう。これでいいんですよ、はい、ほらこれでいいんですよ、ね、面たくさんありますから、はいはい、探求しなくて大丈夫ですから、はいはいはい、あ間違った、ゼロ面もう一回来ちゃった。ゼロ面、あれしかしレッドとブルーってこれなんか意味あんのか。あれ戻るには B、プラスボタン、あプラスボタン、はい、B に、あマップへ戻る、はいはい。ババの色を変える、ババの色変えれるんでしょうね。いや、あ変えれます。ババイズブルーとかにするの。でもレッドとか、レッドとかブルーが引っ張り出せないんじゃないかな。ここまではよくて、ババイズ、あ色を持ってこれないですね。いや、2回上から下を押して、はい、すげえ巻き戻しで下からババを押して、はい、そしたらローズ持ってこれません。あーでも死んじゃった。U も上に、あダメか、フラッグイズになっちゃった一回押すなのでここババイズに、下にここにあの色を変えるんだったらレッドとかを持ってこないといけないんですけど、持ってこれない。上から押すと一個にしたらどうなります。ああそういうこと、こう、うん、でそっちを先に押しちゃダメか、うん、ババイズ U が崩れちゃうので、レッドとも上から、いや違う、わかんない。結局難しいのかな。この辺は無理かな。うん、ですね。ちょっと難しいですね。色は変えれないんだね。今はね。この辺はね。うん。よしよし。ババがレッドになる可能性はあるね。そうですね。ババレッドに。うん。冬。お。出た。え、なんか最初の面っぽくない？ババイズフロートだよ。なんか浮いてるよ。ふわー。
あれ？あ？クリアできるよ。フラッグイズウィンだからクリアできちゃうけど。フルはストップですか？ストップですね。はい。フロートとは？浮いてるからフラッグに触れないとか？あ。ということですね。予想通り。じゃあこれをなんか、フロートか。え？え？むずいな。とりあえず、ウォール使うか。ウォールイズユーにして、ウォールはフロートしてないから、ウォールはフロートしてないんで、これでフラッグに触ればウィンですよ。ああ、なるほど。なるほどなるほど。多分今の、もしくはフラッグをフロートさせるとか、うん、あ、そうフル、まあ、この目は多分できないと思うけど、うん、フラッグ、あ、そうか、フロート同士だといけんのかな。うん、なるほど。2階層、あるいはレイヤーが2つになったのね、うん、かな。まあ、フロートしてると単純にフラッグに触れないよってだけかもしれない。これ多分右に行けるんですね。あ、今崩しちゃったから。そっか。崩さないければ渡れるんだ、うん、浮いてる。あ、沈まないんだ。うん、沈まないし、ウォーターイズホットで、うん、ババイズメルトなんだけど右に行ける。うん、スカルはディフィート、うん、超えられないで、スカルもフロートしてます。あれ、本当だ。ふわー、やっぱりフロート同士だと、うん、レイヤー2個しかないんですね。そっか、浮いてるか浮いてないか。はんはん、ババイズ不動小数点数ね。フロートね。フォーターイズホット、桁数多めのね、うん、32ビットかな。これどうすんだ。ババイズメルトだから、ウォーターイズホットに当たると、あ、さっきの溶岩か、溶けちゃう。これどうすんだ。あんまり動かせる部分ないね。左のなんか安藤、うん、ウォーターイズ、ウォーターイズ、あ、ウォーターイズホット&フロートはどうですか。何何何何、スタバ、スタバのメニュー、スタバのメニュー。ご一緒にウォーターイズホット&フロートはいかがですか。フロートって。フロート、スタバの新作ですね。そうですよね、うん、上にあって、ホット&フロートね、ホット&フロート新作のね、うん、ホット&、890円でします、フロートフラペチーノね、これね。そうするとババは下で、ウォーター上で、下スカルも上だから通れる。くぐっちゃった、これクリアですね。すごくね。スタバ、スタバすごい、スタバすごい。ホット&フロート、ホット&フロート美味しそう。下は大火事、上は洪水なんだ、うん、ホット&フロートすげえな。お、テキスト出たよ。え、テキストイズフロート、テキスト浮いてますね。ほんとだ。あれ、ババ浮いてんの。ババはババイズユー、ババ浮いてないけど触れんの、浮いてるものみたいですね。ほーん、あー、沈んだ。ウォーターイズシンク、ヘッジイズストップ、テキストイズフロート、ババイズユー、ロック、ロック、ロックは沈みそう。あー埋めて渡るのかい、そういう感じ。チュートリアル面じゃないですか。フォーメーション Z みたいな静かなシーンやめて。パシャン。わかりましたよ。なるほど。こうやって。なるほどなるほど。こうですよ。片方はこれは死んでもいいという。よし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 。よしよし。浮いてるテキストは浮いてなくても触れる。そういうことか。なんか分かんなかったね、さっきのテキストイズフロートがね、うん、ロックイズフロート、あ、でも押せるよ。分かんないね、あれ、なんかいけるのかいけないの、あれ、さっきの面と似てね、あれ、
ババアは浮いてないから沈みますね。あれ？ロックイズフロート。あれ？さっきと違うんだ。違いますね。なんだこれ？こう？ロック…なんか…ん？あれ？ウォーターの上に2個岩を置いて、はい、でプッシュを向こうにしたら渡れません。プッシュを向こうにする。あ、そういうこと。あ、分かった分かった。こうね。うん、あ、そうか。ロックイズユーがいらない。はいはい。こうやって普通に落ちていけば、うん、でプッシュを向こうにして、プッシュを向こう、あれ岩とは浮いてるテキストは押せるけど沈められない。浮いてるテキストは押せるけど沈められない。あ、そうか、この面はテキストは浮いてないんだな。ああ、ロックが浮いてる。あれ、でも自分が旗に行ってるけど、フロートしてるからダメなのか。ロックイズユー。あ、そうだね。フラッグはフロートしてない。え、無理じゃね？ロックのフロート解除できないし。なんかロック持ってこれません？あ、ロックじゃない。フラッグイズウィンとか持ってこれない。これを？うん。これを？持ってこれる。持ってこれるね。あ、フラッグを持ってくればいいの？あれ、ああ、フラッグを、フラッグをプッシュにするんだ。フラッグをプッシュにして持ってきて、でウィンにするんだ。オッケーオッケー、分かった。だからまずはロックイズユーでよくて、頭ぐにゃぐにゃになるわでこれで渡って、もうババ死んでもいいんじゃない。これダメか、死んだら困るか。一応保存しとくかババを保存、保存で、フラッグをプッシュにしたいから、ああちょっとちょっとフラッグは犠牲になったのだ。これプッシュを向こうに持っていけばいいのかな。でもフラッグとイズを犠牲にすればウィンを持ってこれるとか。あ、そういうこと。あ、ウィン持ってこれるか。あ、それもウィン持ってこれないですね。そうかそうかなるほどね、なるほどね。ウィン死んじゃうと勝利条件なくなっちゃうウィンさん死んじゃうともう無理ね。イズも犠牲にして、すげえひどいひどいイズを犠牲に。あ、プッシュが、プッシュ、プッシュはいいのかも。いらないかな、どうだろう。ロックイズウィンとかにすればいいんだ。これで危ねえ、ババが邪魔だな。危ねえ危ねえ、ババ邪魔だぞ。ババやっぱりもういいのかな、どうなんだろうな、わかんないな。バイナリーランドだこれね。あ、もう重なっちゃっていいんだ重なって岩をかぶった猫。ロックイズウィン。おお、やったぜ。あれあれ、フロートしとる。浮いてるよ。うそ。あ、ババイズウィンにすればいい。ババイズウィン。あー、でもダメです。あれ、あ、違う。ロックイズユーでロックイズウィンだ。わかったわかった。ロックイズユー&ロックイズ、押せんのかなこれ。押せる？あ、押せた。まあ、とりあえずちょっとこの辺にしといて、ちょっと一旦避けといて、ロックが、ロックが U かつウィンになればいいと思うんですけど。イズ死んじゃったな1個。でも大丈夫。ね、いけるいけるいける、いけます。あ、ダメか。ロックイズ、あ、ダメだな。ロックイズウィンで縦にできる。あ、でもいいんだ。こうしてババイズ U が崩れていいんだ。もう、あ、ババイズ U をもうここで崩す。でこのイズを、あれ、このイズをダメか、なんか惜しいな。
惜しいですね。ロックイズウィンかつ U にしたい。惜しいな。ババイズウィンにする。ババイズウィン、ババイズウィン、ほら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 、これでババイズウィン。あ、ちょっと惜しいんですけど、ババ惜しいんですけど、ババイズユーに一回戻す。戻したらロックになれないか。あ、復活した。で、ババイズウィン。ババを適当なところに置いといて。あ、でもなんかもう無理だ。もうなんかウィンが。うん、でもなんかいけそういけそう。うん、ちょっとやり直しましょう。まず、ロックイズユーにして、1個にして、扱いやすくして、ウィンをまず持ってこようと。ババを温存しといてよかった。これは持ってこれないから。ババはやっぱり多分使うんですよ。会話が意味不明。これ持ってきて、ちょっと揃えたいんだよな。あ、そっか、もう合体していいのか。一旦合体したいな。で、ロックだから、ここでババイズユーを崩してよくて、一番最初に右のなんとかイズで皮を潰すか、最初にロックイズプッシュのロックとプッシュを潰すっていう2パターンがありそうです。あ、でも分かった分かった。一回挟まっちゃうんだ。あ、いいのか、こうして。おおお、あれ振ろうとしとる。ロックが振ろうとしとる。やっぱりダメだ。そっか、ババは下なんだな。あれは U じゃないと上下ある。うん、 U だと上下どっちでもいい。うん、モリスさんがババイズユー始めましたね。フロート厄介だな。ウィンしたい。ウィンしたいよ。最初ロックとイズで皮を潰して右を使うという。ロックとイズ。あ、ロックとイズ。ロックとプッシュ。あ、ロックとプッシュ。あ、はいはいはい。そうすると岩を残す。岩は何なんだ。イズ潰すのかな。ロックとイズ潰すのか。ロックとイズで皮を潰してみますか。はい、これ潰しちゃっていい。バシャーン、右にもイズあるから。はい、そうすると丸々右が使えますね。やったぜ。あれ、あれ、いや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 、ちょっと待ってちょっと待って、今までの苦労は一体何だったの。あれ、ちょっと待ってちょっと待って、フラッグ浮いてなかった。あれ、え、何全く全く、ちょっと落ち着こう落ち着こう。深読みしすぎ。あ、そういうこと。ちょっと今の残念な残念な残念ないろんな仕組みあるのに。うん、最終的にフロートの結果これですか。なかった。え、もうこれでいいの、うん、もう、うん、ちょっと悲しい。ちょっとなんかしょうがない。だってまだ序盤だもん。そっか、まだルール説明の段階ですよこれ。いや、でもなんか裏道的な感じだよね今のね。ほんとね、まあ、あの前なんか昨日もジェリーをなんか倒したのあったけど、ね、新しいの出たよ。コグこれコグイズプッシュ。コグってなんですか。また検索しなきゃ。ギアじゃないんだ。コグテキストイズフロート、カプコンオンラインゲームズコグ違うな、コンゴ共和国違うな、は、あれ
トゥースの同意語ではない。歯車の歯、歯車だってみたいです。歯車ですね。なるほど。これはこうじゃん。虚無。そうか、前の問題を踏まえると分からなかったパターンなんだ、さっきの。ああ、振りだったんだ、1個前の問題。振り、あ沈んだ。あ、なるほど。バシャ。いや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 、ちょっと待って、死んじゃう。ちょっと待ってね、ウィンさん水にも弱いから。ウィンさんはね、鳥の排泄物とかね、時間経過とかに弱いから。なんだこれ。コグをどうにか使うんでしょうね。うん、沈む、ウィンさんが沈む前にどうにかしないといけないね。うん、お、お押せた。でもこれ死んじゃうんで、あとはコグでどうにか。コグを押し込んでフロートを解除、下から上に。ああ、押せんのかな。やった。あ、違う、ウィンしか残んない。あれ、勝てない。あれ、あれ、イズが、勝てなかった。テキストイズウィンとかにしなきゃいけないのかい。とりあえずウィンゲットしたでしょ。これでイズを、イズを、お、イズをゲット。あ、よし、これでテキストイズウィン。テキストイズウィンってできるの。できんじゃない。よいしょ。あれ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 、浮いてる？浮いてない。あれ？あ？あれ？あれ？まあまあまあ、でもあのウォーターウィズウィンとかできるんで、これでもう。そうですね。そういうので。これテキスト触れないのかい？ちょっと謎ですね。重なれないってこと？押しちゃうから。死んだ。死んだ。ダメだった。まあ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 、まあ。勝つより先に沈んだのね。はい。じゃあコグイズウィンとかかい。でもコグ使っちゃう、使っちゃうんだよな。なるほど。ババイズウィン、ババイズユーしかない。そういう感じ。それでいく。それでいってみよう。それでいってみよう。まあそうですね、それが順当ですね。これしかない。これでいい、これでいい。よしよし、どん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 行こう。テキストは重なれないから、触ってない判定で勝利できなかった、うんうん、わあ、なんか難しかったよ。なんだこれ、ボルト。ケケがいる。あ、ケケ is defeat。 ケケがいる。ケケだ。わーバーン。スカル is hot、 ボルト is melt。 ホットとメルトがこれ対応してる概念ね。でコグが5個あって、ウォールイズストップ、ディフィートが落ちてますね。待機 A ってことは、ああ、うん、概念のコグは落ちてないね。ウィンが落ちてますね。あ、そっか、これ向き、向きこうなってんのか。なるほど。フロートは今回ないね、うん、ボルト。ああ、死んだ。でも U はホットじゃないよね。 U は、そっか、ウィンは持ってこれないのか。なるほどなるほど。ワーダメだ、倒せない、倒せないな。
ずい。ボルトイズメルト。スカルイズホットなんだよな。これどうにか左方向に行くしかないですね。うん。これで。向き変え、あ、ボルトイズムーブプッシュ。 A 待機があるってことは、そうだから使うんですよ、それを。なんか何かをすれば動くんだな、何かが。うん、されてるのは壁だけだな。ババはメルトじゃないからスカルに触っても大丈夫。あ、そっか。真ん中の左は行っても。本当だ。お、あ？スカルイズディフィートになった。綺麗に積んだ。C 連続の C。 ここまではいいんだ。うん、あれケケって基本的に動く生き物なのかな、ほっといたら。いや、ケケイズムーブにすれば動くと思うんですけど。そうですね。ダメだ、ダメだね。あ、真ん中のドクロから煙が出てるのは何なんですかね。出てるね。ホットだから。ああ、スカルイズホットだから。そうか、全部のスカルから湯気が出てるのか。そうか、上に壁があるとそのグラフィックが見えないってだけか、うん、ホットなんだな。はいはい、ダメだな。でも大体なんか発想の変換で今までやってきたから、多分ボルトイズムーブは自動で動くのかい。ボルトイズムーブは動きますね。あ、そっか、 U じゃなくても動くってことね。そう、なるほど。で、なんか縦にそうやるか横に揺らかで、縦か横にしか動かない。そうそう、なるほどなるほど。これを例えば、向きをこうしとくと、ああ、こういう動きを、ああ、みたいな。はあ、なるほど。そうかそうか、ボルトイズ U じゃないね。うん、そっか。でもこれどのみちウィンをこっちに持ってこないといけないから、こう持ってきて、デフェディフィートなので触ったら死にますね。うんうんうん、ボルトは死にますか。死にますね。ボルトは死にますね。ボルトは今ケケに当たると死にますね。フィートはボルトにも効きます。ボルトはメルト。むずっお、あ、あ、ダメだな。スカルイズディフィートになっちゃうとどうにもならない。ケケもディフィートなんだよな。うん、スカルがホットでボルトがメルトだから、スカルにボルトを当てて溶かすんですかね。あれ、負けた。あれ、ディフィートが効くのは U だけ。ダメですね、ダメですね。あ、あ、死んだ、うん、ババイズ U が虚無になって死んだ。
いろいろやってみようっていう。ボルトはケケ素通りできる。ボルトはケケ素通りできる。あ、ボルトはね。はい。うん、その先で。あ、ボルトイズムーブ。うん。その先で死んじゃう。はあ、で負けちゃうのかな。でもそこでスカルを無力化しておけば、スカルをホットじゃなくす。うん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そこに真ん中にそっと置いてあるディフィートが厄介だな。これね。スカルはディフィートホットじゃなくせば、うん、そう、うん、だから、うん、ムーブ後で使うから、でもプッシュなくなるのか、きついな。最終的にウィーンを左から持ってくるんですかね。うん、そうすると最後に何かイズウィーンにしないといけないから、何か残してないといけない。最終的にケケウィズウィーンなのかな。ケケイズディフィート残ってんな。ダメか。待機も使ってないしな。うわうわうわダメだダメだダメだった。ダメだ。両面作戦で惜しかった惜しかった。ダメですね。なんかその感じじゃないですか。そんな感じだよね。ボルトがムーブしてる間にスカールのホットを無力化すれば、スカールが1個左にずれてディフィートじゃなくなるみたいな、うん、そんな感じ。なるほど。だからボルトはメルトだけど、うん、ディフィートには死なないから、うん、今のところだからケケを超えさせて、ケケを超えさせて、その後スカルがホット以外の何かになればよくて、それはデフィートでよくて、あー足りねえな、ちょっと足りないな、いろいろと。こうしといて、うわうわ、どうなるこれ、うわだ。そこで A おお、どうなったどうなった、どうなりました、どうなった、うわいけた、あいけた、いけたやん。 A を使うパターン、やったやん、パティーン、そしてボルトイズウィン、はあ、やったやん、天才、すごうわ勢いでいった感じしましたけど気合気合このゲーム気合なのそんなバカな、そんなバカな。あ、なんか新しいの出てきたよ。何それ。ロボット。ロボット。ロボットイズユー。ロボットイズスポッ、ストップ。ストップ？ああ、そうか。ババイズユー。ウォーターイズシンク。パイプイズストップ。はあ。シン、フロートはない。はあ。お？終わった。バあ、ババがいるね。うん。でも、ババの概念がないね。ババここにあるんですよ。ああ、あったあった。さっきいきなりもう沈めちゃった。じゃあ、ババイズユーにしなきゃいけないのね。うん。でも、ああ1体は犠牲になるんだ、これ。犠牲にしてババイズユーにして同時に犠牲になっちゃうんだよな。それ左ババの右にから左に押したら1個ずれません、はい、こう、あ、違う、逆、右から左、こう、うん、
もうちょっと。もうちょっと？もう一回。こう？うん。そう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 。ドン。あ、ダメだ。ババが持ってこれなかった。大丈夫。そっち持ってこればいいか。持ってく、持ってく、持ってく。はい、いけるいける。素晴らしい。あ、よし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 。すげえ。おお。よし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 。いいじゃんいいじゃん。あ。また K もらった。はい。お？お？あれももらった。あれなんていうの？花？あれの名前教えてほしい。うん。花と綿毛？はい。そうしよう。我々の中ではそうしよう。そうしよう。8分の8になってるよ、綿毛。なんかこのステージは8個で、すでに8個あるとか、なんかそんな意味じゃない。そっかそっか。どうします？これ8面いく？8面じゃないですか。はい。なんか獲得条件がわからない。ね。お。お。Baba is you and open。オープン？コグの概念がない。シャットが、ウォーターイズストップアンドシャット。はあ。ウォーターイズストップアンドシャット？鍵なんだな。ババが鍵で、ウォーターが扉だから追消滅するんだな。なるほど。これ見よがしにフラッグとキーの概念とオブジェクトが置いてあるけど。あるね。内で8個クリアすればマップクリア扱いだそうです。あ、そっか。クリアできない面があってもいいってことね。なるほど。ウォーターイズシャットがどうにかするんでしょうね。ウォーターイズストップアンドシャット。でもオープンが今ババになっちゃってるからババは死んじゃうから別のものでオープンしたいわけですね。うん。でもそうするとババイズユーズが崩れそうだよね。うん。ババイズ。うん。ユーが。あれ？あ？あ？ずらしたよ。あ？ん？あ？あ？あ？死ななくなった。視野開かなくなった。あ、わかったわかったわかった。わかりました。わかりました。ああ。わかりました。押せない。え？押せない自分でキーになることもできない。え？ウィン持ってきたいんですけど。ババイズ U を一時的にババイズ鍵にして、いや、なんだ、押せないのが辛いね。プッシュがないもんね。プッシュがないからこいつらはキーズ U かフラッグイズ U になって動かす、自分になって動かすしかない。はい。増やす増やす。イズがないね。イズが足りないね。アンドがあるからそれでどうにか。うん。オープンを一回外して、うん、
その間にどうにか。うん。ウォーター。イズがないね。困ったね。ババイズユーを崩すんだったらキーイズユーとかフラッグイズユーに一回しないといけなくて。うん。押せばキーイズユーにはなる。うん。でも押せない。うん。博士が集まれ動物の森を始めましたね。ババイズ U and Key。ババイズ U and Key。そうすると同時に動く。あ。え、なんで死んじゃうの？死んじゃうんだ。あ、ダメ。ダメ。あ、そう。Key and Key is U。もうわけわかんない。概念の方はプッシュがなくても押せる。はい。なんとかイズウィンにしなきゃどの道ダメだよね。最終的には。ということは、この中で作ればいいんだよ。お、なんとかイズウィンに。でもイズが1個しかないから、うん、これ外すとババイズユーが崩れて。縦書きで、うん、ババイズユー&ウィン。うん。ババイズユー&ウィン。なんか1個犠牲にしてそうだね、そうだそうだね、なんか犠牲にしてだね。持ってこれないか、縦書きでは持ってこれないか。犠牲にすると同時にこれをこうしないといけないからむずいね。うん、プッシュがないからね。ないね。テクイな。うん。いろいろ持ってきましたね。うん。3つ選べます。ジキャラが3つ選べます。チキを選んでください。アンドオープン。シャットなんだよな。あ、ババを増やそう。お、出た。お家芸出たよ。ババを増やそう。トップブリーダー出たよ。ほら、増えた。増えた。増えましたね。増えた増えた。そしてですよ。ババを犠牲にし。ほら、ババイズユーにして、ほら1匹犠牲にして、でオープンじゃないと埋まらないですね。あ、そっか。こうやって どこを埋めるんだい、これ。どこを、2回やっぱりいるんじゃない。キーも後でババにして、最終的にババでもいい。ババ、ん、まあでもこれで上だけやればいけそうな気はするけどね。これでいける気はするんですけど、いけないかな。ババイズユー&ウィン。ここにズボッと刺せば。でもこれ持ってけないね。崩れちゃう。うん、持ってけないね。まあ、やっぱりキーもババにしよう。あ、でもダメか。あ、ダメだ。最終的にイズが1個しかないから、ババイズウィン、うん、ババイズユーが使えないんだよね。うん。え、むず。
ババを増やしたらいけましたっていう本当ご意見が。ババ増やす、やっぱりやっぱりこっからさらに増やすのかどうか。増やす増やす。ウォーターのどっかを開けるのでやり方が違うみたいですね。ああまあ開けるとしたら上か左か右か下ですよね。うん、ウィンが持ってくれればいいから。キーイズババ。いやダメか。ウィンの右を開けたら左から入って右に押し出して持ってこれるんじゃないですか。右を開ける。今上開けましたけど、はいはいはい、右を開けたら下から入って右に押し出せるから持ってきてどうにかできるんじゃないですか。あ、そういうこと？それだ。どんどん巻き戻してますあの最初からやるの多分もう巻き戻し機能すごい巻き戻してます最初からやった方がむしろ早い。ああ右を開ける。右を開けてここ開けちゃう。ドンで下から入って。ああ本当だ、すごい。右から出して。本当だ、開ける場所か。素晴らしい。してくるとやった、どうにかなりそう。いけるわ、素晴らしい。これですわ。これババイズ U&W でいいの？そうですね、きっと多分これでいいはず。おお。すごい、本当だ、開ける場所だ。なるほど。あ、なるほどね。8分の9ってそういうことね。ああ。8がクリア条件で9が今ゲットした綿毛ね。はいはいはい。おお出た。あれでも A 待機がない。虚無。あ、あれ？何これ？あれ？あれじゃあロードランナーチャンピオンシップじゃん。あれ？チャンピオンシップロードランナーの一面じゃんこれ。もうダメだ。うん。受ける。あいつがババイズユーを崩してしまう。おい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 、あだ、あダメだよ。ダメだよお前。ダメだよ。受ける。ちょっと待ってちょっと待って。どうすんだこれ。どうすんだこれ。ロボットが暴走してるからあいつ止められない。えどうすんだこれ。ええロボットイズムーブを崩すの間に合わないですよね。間に合わなかった。うん、あでもなんか戻ってくる。いや違うか、戻ってくるんじゃない？ユーが。うん、戻ってこない。ババウイ。ババの上に行って下に行ったらどうなります？ああはいはいはい、それだわ。よっ、そしたらいずれ。あぶねえ。かわせた。あぶねえ。間に合いましたね。死ね。憎しみを込めた。ああ死んだ。このウィンをどうにか。ウィンを、あロボット使わないとダメなんだ。あのウィンを取り出すんだロボットで。うん、ロボットはスカルイズディフィートでも死なないんですか？さっき死んでなかったよね、向こうから来てたよね。どうしてどうして死なないの？ディフィートはババにしか効かないっていうルールでしたっけ？そうみたいですね。じゃあロボットは左右にしか動かない。ロボットイズユー、ロボットイズユーにしちゃう。はあ、ダメだった。戻せない。戻せないか。ロボットイズババ。ババを増やす。出た。ババを増やす。やったー。そこまでやれば別にババもう死んでもいい。うん。持ってきた。持ってきた。何をウィンにする？ババをウィンにしよう。うん。これババを増やせばクリアするゲーム。結構そのパターン多いね。やっぱ時期を増やすのは大事ですよね。なるほどな。うん。
無線接続。お、 Wi-Fi 飛んでんのか。 Wi-Fi か。フラッグイズフラッグあるな。ボグイズディフィート。ああ、ボグ、ボグ、ボグってなんだ。なんだ、コグじゃない、ボグってなんだ。ボグ、ボグ検索します。ボグってあの沼地、沼地ね、これですね。そうですね。ボグイズディフィートね、うん、ボグイズシンクじゃねえんだな。ああ。ドーン。ん？そうか、ロボットはディフィートされないのか、うんうん、そうかそうか。あ、違うな。ロボットを、よいしょ、ロボットは左右にしか動かないですか。縦もいけますよ、こういうしとけば。あ、ロボットイズムーブにしたとき、うん、こう向けとけば。あ、向いてる方向か。そうそうそう、さっきのボルトと一緒か。そうそうそう、なるほどね。でも、あ、これで、あ、うまくいかないな、きっとうまくいかないけど、ちょっとやってみる。運搬させる、うん、的な、的なロックイズウィーみたいな。ダメか、ロックがない。ああ、ロックのオブジェクトがないからフラッグイズウィーにしたい。うん、コグとかも使わないといけないかな。ダメか、ダメか。うーん、まあ別にアンドである意味はないのか。フラッグイズロックイズ、ロックイズウィン。ロックとは。ロックがねえ。フラッグイズロックにするんだ、まず。ああ。あ、アンドもあるのか。フラッグ&ロック、フラッグ&ロックイズウィン。うん。かな。アンドも持ってってほしいな。でもなんかうまくいかなそうな気がするな。戻ってこれねえな、きっと。戻ってこれない。あれ、今フラッグ&ロックになってるアンドの右って一マスですか、二マスですか。ああ、どっちだろう。一マスかな。なんか右に詰め物をして、はい、2マスか、2個詰め物をしてフラッグ&ロックを維持して帰ってこさす。それだ、それですわ。いらないやつ。いらないやつ。あ、こうかな。でロボット置いて、はい、足りるかな。こうで、アンドで動かして、そしたら勝手に帰ってくる。おお、やった、それだ。そんでもってロックイズウィン。あれ、ムーブできる。あ、いいぞ、あった。これを、これを持ってかせて、うん、でムーブ止めればいいのか。はい、
やったー、倉庫版じゃん。すごいすごい。おお、素晴らしい。全ステージクリアするの大変だな。もう結構の時間やってるし。あ、やってるね。もう1時間40分ぐらいやってる。全然そんな来なかった。はい。ババイズユーは崩さない方がいいのかな。イズが少ないな。ウォールイズストップ、ウォールイズストップ。ああ、ウィーンが外にありますね。じゃあここ多分上下にずらせるんで、ずらせられるんで、なんとかイズウォールイズストップ。でもババイズ持ってきちゃうとダメだから、ババイズウォールじゃないし、ケケイズウォール、いやダメだな。ウォールイズストップイズ、あ違うな、なんだろうな。このストップの後にはアンドしか使えないはずなんですよ。ウォールイズストップアンドシンクとか、うん、だから多分こっちの下には何もつけないから、つけるとしたら上で、アンドもない。ない。でもこれ崩しちゃうともうダメだから。できることがあんまりない。ああ、でもそうか。まあケケイズプッシュ。イズが絶望的に足りない。いろいろ足りない。足りない。ケケは別に外に出れるわけでもない。ケケイズユー、ババイズプッシュ。やっぱり右下のこのウォールイズストップをなんとかしないといけないけど、これウォールイズプッシュ、あ、ならないですね。あ、ならないですね。ウォールイズプッシュにするにはまずウォールを動かさないといけないですね。これ難しいね。むずいね。諦めますか。諦めますか。初めての。急にここに来て諦め。敗退。これいやでも今までもなんとかなってきたんで、多分何らかの ババイズユー、ケケイズユー、ずれちゃうもんな。プッシュ、ウォールイズプッシュ、ウォールイズプッシュにできたらどんなにいいことか。違うもんな。ケケイズプッシュ、ババイズユー。ババを増やそう。増やせない、ね、増やせない。これもうどっちか増やせないかなと思ったんですけど、はいはい、イズが足んないんですよ。足んないっすね。ギギギギ。プッシュはなんで置いたんだろうな。うん、まあせいぜいケケをプッシュするぐらいですけどね。そうね、あるいは入れ替えてババをプッシュか。同じですね。うん、この場合ケケとババが等価交換ですね。等価ですね。この面はね、特に外側にルールもないんで、うん、
ババジャンプできるわけじゃないからね。そうだね、まさかできる。まさかの壁を、まさかケッケケは壁登れたりすんのこれ。そんなミスタードリラーの犬か。わーどん、わーヒューマンフォールフラットだと。壁を登り。でもなんかやってるとなんかなることあるんですよ。ああ、え、重なりがあるじゃないですか。はい、重なりあるね。うんと、コメントによると、はい、ケケイズプッシュして、はい、でケケを右下に押し込んでやって、はい、でケケを自分にして、はいはい、重なるから今ウォールを下に押さえたのかな、先にウォールイズプッシュストーンして、でやべえ、ケケイズ U にして上に行って、うわーすごっ、とウォールイズプッシュにできるから、すごっ、あーコメントに頼っちゃった、ありがとうございます。すごい重なり、重なりね、同一レイヤー内の重なり、なるほどね。あ、あ、あれ、あ、あれ、ウォールイズストップじゃなくなったから、あ、そっか、外せばいいのか、もう、もう外した段階でいいのか。わーい、わーい、今夜は焼肉よ、わーい、ピカピカしてる。なるほどね、右下で、あの四角いのと重ねたんだ、分離する、そっか、そういうのもあるのか、そっか、ありがとうございます。じゃあ12やったら終わりにしますか、今日。そうしますか。いや別に何時までやってもいい、別にいっちゃいいんですけど、いやいやいや、さすがにもうだいぶなんかもう手も疲れてきました。肘がなんか疲れてきた。ああ、とりあえず、とりあえずね、とりあえずあの死亡条件確認しとかないと。なんかガチャガチャしてんなね。フラッグ、ウォーターイズホット、コグイズプッシュアンドメルト、バシャン、おう、負けた。でもウォーターイズシンク、ん、やったー、わー、そしてどうすんだ、フラッグイズウィン、うん、スカルをどうにかしないといけない、はい、違うね、違うね、アンドはないですね、ないね、重なりか、重なり使うのか、違うのでは。ババイズユー、うん、ウォーターイズウィンじゃないか、できないか、フラッグイズシンク、ダメだな、なんか、フラッグに沈んだのね。そうか、フラッグに沈む。ダメだな、押したいですよね、うん、プッシュがないね、あ、うん、1個あるけど使えない、1個ある、ああ、コグイズプッシュがあるけど、コグイズプッシュ、コグがメルトになってんだよな、さっき重なりが使えたのはケケがいたからですね、そうですね、
敵を増やしました増やしちゃったな。こうやってこうやってこうやってん足ります？ダメだ。穴を開けておいて。あれ、これどうやったんだっけ、さっき。最初、川は渡れるようにして、さっきのグイってやって押し込むのはできるんですかね。川を渡れるようにして、なんか渡ってたよね、川ね。こぐで川を塞げましたっけ。どうやってたっけ、さっきなんかこう、なんかこんなことやってた気がするけどね。コグイズプッシュアンドベルトで、あ、こうか、うん、あ、そして、そんで、あ、ちょっと待って、場所ちょっとここにしよう。でこれをグイって、はい、これをこうやって、文章を保つ必要はあんまりないけど、一応、うん、ウォーターシンクしなくてもいいし。あれ、ダメだな。は、旗は押せないから足りない、足りない。埋める必要はない。埋める必要ない、ある。コクが来れないのか。そっか、でもまあどの道こう、まあ、多分ここまではなんとなく合ってて、うん、まあどこでもいいけど開けて、これ死ぬ、今これ死ぬんだよね。でまたこれをあっちに持ってってですよ。コグも使えたら届くなと思ったんだけど、うん、ドボン。あ、違うよ。何だったんだ今のは。フラッグイズウィンじゃないんだよきっと。うん、スカルイズウィンとか、うん、スカルイズウィンとかにしたいけども、うん、動かせるのはウォーターだけですね。そっか、引っ張れないから、うん、フラッグも動かせないし、はい、使い方がなんか、うん、本当にあそこ開けていいのかな。うん、コグイズメルトの段階で渡れないんだよな。
ウォールはできるけど意味ないですね。フラッグイズウォーター。わあ。ウォーターイズウィンになるならいいですけど。ダメですねこれ意味ない。アンドがないからババイズユーアンドシンクとかもできないし、フラッグは何にもならないんじゃない、もしかしてダミーなんじゃない。何も意味ないんじゃない。あとこの辺全部文字動かせないからできるのはコグイズウォーターとか、はい、コグイズウォーター、ウォーターイズウォールとかぐらいですけど、あんまり意味なさそうですね。さっきウォーターイズスカルやりましたけど全く意味なかったしな。ウォーターイズディフィート意味ないな。フラッグイズウォーターも意味ないですね。コグイズシンク、コグイズシンク、え、ああ、コグイズシンク、コグイズシンク、渡れるんじゃない、渡れるんじゃない、押せないんじゃないですか、まず押せない、コグに沈んじゃうんじゃないですか、ケケが、ケケじゃねえや、ババが、どうも、あれ、あーでもあんま意味ないかこれだと、あ結局これと同じだ、あれ違うか、あれ、あーそっか、ウォーターイズ、ん、まあさっきと違うけどあんまり意味はないな。ウォーターイズ、水は水。ウォーターイズホット、超ホット、2倍ホット、2倍ホット、激アツ。いや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 、いや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 、あんまり。いやでもいろいろやってるとね、なんかなるんですよ。オブジェクトの上に概念が乗るんですね。はい、あれ乗りましたっけ。乗るよ、乗るんだ、乗りますね。でも壁には、あ、壁はストップだから乗んないのか。全く意味ない。すっきり、すっきり、手詰まり、手詰まり感すごい。でも重なりうまく使うんでしょうね。とはいえこの3つだしな、フラッグ動かねえしな。重ねてもな、別に変わらないしな。こうだしね。やっぱりさっきのこれがなんとなく近かったけどね。足りないんですよね。うん。もう一個あればな。しかもこれだったら最初から、最初からやればいいんであって、こう、あ、うん、
ここになんかうまいこと重ねて、いや、そこに執着してもいけないんだ、きっと。多分、いや、それはないだろうみたいな、それはないだろうみたいのが、多分、それはないだろうみたいなのが、多分正解につながると思うんですけど。さっきやったよね、コグイズシンクはね、コグイズウォーターにしてもね、無理ですね無理です。え、これ無理じゃね、この面諦めますか諦めますか。でもなんかさっきの流れだと重なりをうまくやってましたよね。オールイズストップイズウォーターはできないんじゃないですかね。ストップイズウォーターってのはできないはず。あ、これ下ですね、多分こう、うん、ストップイズってのはできないはず。何でも試せるものは試そう。変わらない。なんかあると思うんだけどな。うん。言うてもこれ序盤だと思うんですよね。このゲームの。うん。いつ重ねらんねえな。ぐい。引っ張れればいいのに。倉庫版の時代から言ってますよそれ。はい分かんねえな。分かんないね。ウォーターイズ、フラッグイズ、ウィンイズ、左右からダメだしな、これダメだしな。なんかさっき重なり使ったじゃないですか。さっきも無理だって言いながら重なり使ったから、ああいう技を絶対使うはずで、でも今んとこここにしか重ねられてなくて、ここにしか、こういうのにしか、うん、一回こうやるっしょ、メルトするしょ、うん、でその後シンクさせると復活とかしない、しないですね。死んだやつは復活しませんね、うん、メルトしたらもう戻ってこない。フラッグがゴールだとすればこうやるしかないですよね。そうだよね。ではじゃあフラッグがゴールじゃないんじゃないか。そうだよね。やっぱりこれ騙しですよきっと。何か別なのをウィンにするんだ。とにかくウィンにすればいい。そこにしかない。ババウィズインとかにしたいよね。
重ならないよね。これをさ上にグイーって押せればもう終わりじゃん。うん、でもウォールイズストップだから、うん、できない。うん、ウィンにしたいね。したいですね。こっちに持っていくじゃん。で、この状態だとこうなるじゃん、うん、でもそうじゃなくて、ダメかダメか、違うよな。なんかこういう重なりが気になるけどね。ウォーターイズウォーターでやりましたっけ。やりましたね、さっき。ウォーターイズウォーター意味ないですよね。なかった。これコグは沈めんのか。沈めるしかないのかな。沈めたところでな。うん、スカルを攻略しよう。スカルイズディフィート、うん、さっきウォーターイズスカルやったけど増えるだけで意味なくて、スカルイズディフィート、ここをなんかうまく重ねて崩せればな。でもそうだよな、コグも重ならなかったし、コグイズシンク、プッシュ&メルト、カツシンク。ああ、でもやっぱりそうだ、コグをやっぱり特殊状、なんか変な状態にして、それでなんとかする感じだと思うんだよな。これだとダメで、これだとこうでしょ？うん。でもそうじゃなくて、でもなくて、えい、ダメか、ダメですね。シンクを沈めたね。シンク、ウォーターイズスカルにしちゃうともう動かせないから、はい、イズももうないから、はい、めっちゃ巻き戻して、
え、こんだけやってできないってことはこの面フクリア不能面なのでは。そ重なるんだよな。なんかちょっとひらめいたぞ。こうやってあれ、うんうんうん、え、そうだっけ。え、あ、ウォーターイズシンクの状態でウォーターを押したからウォーターが沈んだの。そういうこと。なんか新しい現象起きたね今ね。あれ、そういうことですよね。お、フラッグイズシンクドボン。違う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 よ。お、ちょっと状況変わった、ちょっとだけ変わった。うん、やってみた価値はあった。何だったんだ今の。うん。あ、そうか。ということですよね。なるほど。あ、変なとこまで。そうするとこれを持ってこれる。うん。持ってこれる。コグ持ってこれる。持ってこれた。コグで。コグ生還ルート。いや、うん。コグ生還ルート。コグでスカルをやっつけたい。やっつけられない。コグをシンクにする。コグをシンクにする。コグをシンクにしてスカルをやっつける。どうこれ。駒が足りない気がしますけど、やってみますか。足りないね。足りないね。ウォーターイズシンクのどれかで、ウォーターがシンクでウォーターを一個殺すんだな。はい。でもコグイズシンクとかにしたいから。ウォーターを殺す。そうですね。ウォーターを殺そう。ウォーターを犠牲にして道を開こう。さらばウォーター。さらばウォーター。さっきからウォーター余ってたんだよなあいつ。コグイズ？コグイズシンクだと思うんだけど、このままだったらやっつけられなかったでしょ？こうやっといて。倒した。倒したけど足りねえ。足り一個足りないですね。足りないな。足りないな。で、イズとシンクを持って、フラッグイズシンク、フラッグイズシンク、あ、持ってけない。持ってけない。いや、状態だともうイズもシンクも、うん、スカルの方に持ってけない、ね。わかりましたよ。わかりました。わかりました。わかった。わかった。わかった。よっしゃー。倒した。倒した。やっ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 た。うわー。うわー。やった。まさかクリアできるとは。やったあー興奮しちゃった。これ通常面全部はいやっつけましたね、はい、やったー。すげえ時間かかるなあのゲーム。2時間かかったよ、うん、いや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 。コグイズシン、まずウォーターイズシンクでウォーターを犠牲にして、はい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 、川を潰して、はい、コグを持ってきてコグイズシンクにしてスカルを1個殺してフラッグを動かしてフラッグイズウィンになった。そうです。これが最近の気づきだもんね。そうっすね。ウォーターイズシンクでウォーターが死ぬっていう、これ消えるもんな。そうだよな。うん、そうだね。ウォーターがし、さらにスカルにこのコグが重なるっていうのはよくわかんないですね。ああ、オブジェクト同士なんだから。あ、そっか。でもストップとかっていうわけでもないのか。まあでも重ねなくてもいいんだよねきっとね。これでいいんだよねきっと。これでそうか、コグはプッシュだから押せるんだ。うん、これでいいんだ。なるほど。そうか、プッシュか。重ねとく必要はないんだね、うん、むずむずいなこれ。いや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 、むずいわこれ。これむ
むずいわ。むずいわこれ。フラッグイズシンク。さあ。ああ。そりゃそうです。勝てそうで勝てなかった。はい、ここまでですね。はあ。まあクリアはできたんで。これでようやくワールド2が終わる、エリア2がマップ2が終わるっていう。そうだね。まあちょっと今ので終わると気持ち悪いからね。まあ一応ね、ちょっとまあでももう今日これで終わりです。今日ここまでです。ありがとうございます皆さん。なんかマップ9ぐらいまであったような気がするんだよな。ええー。まだ出てきてない概念がいっぱいあるんだよな。ノットとかハズとか。そういえばそうだね。ノットってなんかでチラッと見たな。あのスクリーンショットにあったんですよ。はいはいはい、はい。そうだね。みんなちょっとホットなウォーターに入ってスリープした方がいいよ。はい、そうだね。疲れた。あれで鼻の方が2つ。はい。マップ3もクリアするとまた花が一つ増えて、はい、あのダーマの神殿行けるのかな。そうでしょうね。ここかここ、これマップ34あれん4も開いてますね。あ、そうか、 2をやってたんだよね。今は2をやってました。上が3、あそこも行ってないのか。あれ今やってたの2。あれあれ、あ、今やってたの2ですね。2か。まだ2ですよ。まだ 2ですよ。しかもエクストラやってないから。やってないし、マップがこれだけで収まってるかどうかもわからないし。本当だ、あの右上のなんかあるね、なんかお月様とお星様が浮かんでるあたりとかになんか宇宙船で行くんじゃね、うん、あれほらスペースシャトルでボーって右上は、右下もなんかあるし、1,2,3,4 まで空いてるでしょ、うん、でなんか湖あったでしょ、うんうん、で下のダーマ神殿あるでしょ、うん、さらにまだ陸上に 1,2,3,4,5 スペースシャトルのところで6カ所ぐらいあるでしょ、うん、で島があるでしょ。星と月もあるでしょ。これ先長くないですか。長いですねこれ。あと20時間ぐらい遊べるんじゃないですか。明日はやらないよ。あ、 やってもいいけど明日は休もう。明日は休もう。はあ。2日連続でやりましたけど、まあ、昨日はでもまあ30分ぐらい、昨日、50分ぐらいですね。あ、50分ぐらい。今日これもう2時間。でも昨日が50分で今日2時間ってことは明日3時間ですよ。嘘面白いけど、今週ワールド マップ10に行くときには55時間ですよ。やばい。どういうすごい増え方を。ゲボ吐きそう。マップ10クリアするのに10時間かかるやつ。うわ、なるほどね。とりあえず終わろう、はい、今日は終わろう。で終わるけど次明日 やれなくもないですけど。どうします。いや別に何でもなん、こっちとら何の予定もありませんから、はい、何の成果も得られてませんから。いや俺も別に明日は特にワクワクが押し寄せてくるってなんかいいこと言ってますけど。そんないいもんでもないですけど。うん、いやでもワクワクしますね。あ、フォローとかサブスクとかありがとうございます。皆さんありがとうございます。ちょっと明日やるかもしれないけどちょっと考えさせて。ちょっとあの、うん、ババイズ考えさせて。はい、ババイズ考えさせて。シンクさせて。シンクってそっちのシンク。あの明日ババを You たちとトゥギャザーするかはちょっとシンクさせて。ババイズトゥギャザー。まあでも明日のだから明日やるとしても8時半とか、はい、土曜日ですけど、まあ変わらずやるなら8時半とかからやってっていう感じなんで、まあ夕方6時7時までにはツイッターで告知しますし、アーカイブあるんで、はい、まあ、一緒にあのコメントでトゥギャザーできなくなるけど、あのアーカイブだとね、ルー大芝居になってしまう、うん、ババイズルー大芝居になってしまう、うん、はい、はい、そんな感じで、まあ明日、まあ、半々ですね。明日 50%50% です。やるとしたらじゃあまた明日、はい、50%50% です。 50%50% です。またはまあ来週ね、月曜日とか火曜日あたり、はい、ああでもあれか、来週は月曜はイオシス熊牧場がありますね。そっかそっか。じゃあ
やるとしたら火曜日とか水曜日とかになると思いますけど、はい、じゃあ今日はおやすみなさい。長い時間ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。